マスクをこのメガネの中に入れると曇りづらくなる。はい、2つだけ1号目出ねえだ。アンテナがある方が遅い。ぜひとも水沢から乗り換えていただきたい。別に俺は水沢信じられるんだけど、エミの親父さんが水沢信じられるんだけど、それだってあれじゃない、撥水じゃない。それ、うん、もはや撥水じゃない。もう完全に入る。肉ワックスかいな。肉ワックス。これ一応違うの。うん。ふい。ふい。いや結構降ってきたね。いいね。いいね、持ってるね。雪が真横に降ってますよ。もう8合目ぐらいじゃない奇妙な形をした木を目印に、うん、すごいよ倒木して復活した。俺らもそのぐらいにならないとダメですよ。最近前変わるよ。それをまた叱る。はい、分岐。そんなことしか考えてないからだよ。いいのか悪いのか。とりあえずね、右から行く。ここだけから行く。わかんない。何でもいいと思う。すげえ。面白いだね。しかもさ、雨降ってるようなこと。すごい。ね。よいしょ。もうすぐ
あれ分岐のとこから、うん、ここぐらいの感じ、もう景色が見えるじゃん。分岐まで帰ってきました。それから目だけ行きます。休む？大丈夫？じゃあ行っちゃうよ。いや階段きつい。ラーメン、ラーメン。マジか。マジか。はい。はい、どうもあり。行くぜ。ここまで来ました。パンピョー、さあフォー、フォー、出た。お疲れー。いやー、降りた降りた。よいしょ。これを勝つ。じゃあ行くよ。